18日放送の、新、情報 7DAYS ニュースキャスター、TBSK、で、ビートたけしが、生前の原節子さんとの、数珠にまつわる思い出を、語る場面があった。番組では、ニュースワードランキング、の、コーナーで、伝説の女優、原節子さん、95、死去、と、題した VTR を放送。昭和の名女優である原さんが、2015年9月に、肺炎のため亡くなっていたことを、伝えた。そして映像を、スタジオのたけしは、原さんとの思い出を語り出す。たけしがかつて交通事故で、入院していた際、原さんから数珠が送られてきたとか、たけしは感動し、常に数珠をつけていたそうで、退院後もつけ続けたという。しかし、退院してしばらく経った頃、数珠が突然壊れ、散らばってしまったそうだ。たけしは、拾い集めるか悩んだが、これは病気が、良くなった証拠だ、と考え、数珠を再びつけることはなかったのだとか。当時のたけしは、原さんにお礼状を書こうと、考えたそう。しかし、送られてきた際に詳細な住所が、載っていなかったため、お礼状を送ることができなかったという。たけしは、全然、お礼状渡せなくて。と後悔を漏らしつつ、原さんの死去について、ショックだね、と、胸中を明かした。よろしければチャンネル登録を、お願いします。スマホの方は動画の下の、チャンネル登録からお願いします。